ってくればいいじゃん。ほら、ほんでよ。ほら。ね。にゃーん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 。かわいいね、しっこ。嫌だって。好きながいます。好きながいるぜ。かわいいかわいいしっくんがいるよ。こんばんは。みんな元気？さんに言われてます。暑いよね、マジ。全然こっち暑くない。暑いよ、こっちも。まあ、暑いけど全然暑さが違うわ。まあ、東京やばいよね。東京やばい、マジで。完全オフモードの喋りです。元気ないです。出してパワー、イエーイ。エアコンつけてない。今日つけてないね。今日扇風機つけたぐらい。昨日で、うん、昼間。昨日はつけたけどね。でもこっちだってさ、窓開けて寝てるんだけどさ、寒いもん。それはないわ。嘘。それはないよ。寒いことはないでしょ。窓の近くだからかな。そういうことか。うん、そう、熱風が吹いてます。そうだよね。新潟とこっちはどっちが暑い？新潟じゃない？新潟の方が暑いの？蒸し暑いんじゃない？多分雨ばっかだもんな。湿度は高いから新潟の方がね。え、今日は木曜日か。まだ木曜日。明日金曜日だよ。金曜日、月末。頑張れ。悲しい、ね、みんなもそういう気持ちだから今。うるしい君も頑張れって言ってるわな。と出るだけで汗だくでした。え、わかる。シー君も共感してるって。暑いね、シー君ね。だってマジ暑いもんね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。めっちゃあくびするやん。お久しぶりです。こんばんは。シー君も暑いんだろうな。だって暑いよね、シー君ね。ね、毛がね、毛が暑そうだよな、本当に。かわいい式な。嫌なんだけど。どうもこんばんは。みんな何してたの？あ、みんななんとあれですよ、ツイッター見てくれました？クレナのビジュアルが出ましたよ。
すごいね、髪って一気にあんな伸びるんだねウィッグだから。最後これだ、みんな広めてね。パチ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 、ありがとうございます。本番までドキドキだ。ドキドキだぜ。Cくんがかわいい。今日さ、シキナがさ全然さ見当たんなくて、うん、シーくんシーくんって呼んでんのにさ全然出てきてくんなくてさ、うん、お母さんがさご飯の音ガサガサガサってさしたらさダンダダダダダダダって入ってきた。さすがご飯にしか勝たんよな、飯だもんな。ねー、お初ボイスありがとう。お投稿されました、よかった。そうファンクラブのあのボイスあの投稿したので、ぜひぜひ。もうねファンクラブ立ち上げていただいてからもうだいぶ経ってしまったんですけど、ボイス初です。ぜひぜひ。長らくお待たせいたしました。シキナとレイラのアバターがあった方がいいですかって、お姉さまって聞いてんだよ、うん、作ってくれる、作れんの。イベント出てアバター券でとゲットできたら知恵が書くって感じじゃない？うん、あ知恵がイベント出るってこと？そう、頑張れこんばんは、配信終わったら聞いてみます。ぜひぜひぜひ。私もちょっとツイートするわ。今日てかイベントやってんだよね今。何の？なんかショールーム全体でなんかアイス派かかき氷派か。だってお母さんがさ、うん、お父さんにさ、うん、そんなさチーのショールームただただ見てるんだったらアイスぐらい投げてあげればいいじゃんってめっちゃ怒られてた私アイス好きだから。姉ちゃんどっち派？アイスかソフトクリームかどっちも一緒じゃん、アイスかアイスかかき氷。夏はかき氷、氷系のアイスだよ、うん、なんかわかる、わかるよ。スイカバーしか勝たん。それアイスじゃん。え、でも氷じゃない？かき氷かアイスだよ。でもあれ崩したらかき氷じゃね？ダメだ、私は絶対アイス。ソフトクリームだよ。くなあった、な好きだったのに、糖質制限なんてしてない、なぜなんだろう。お姉ちゃんにかき氷来てるよ。かき氷、あらソフトクリームが食べなくなった、あんな好きだったのに、糖質制限なんてしてない、なぜなんだろう。ソフトクリーム食べなくなった、嫌いになったんじゃない。やばい、チームわかんない。恋をしたあの年の夏から、なんだ熱中症や脱水症には気をつけてね、だってありがとう。大丈夫ならないよ。こんばんは。ダラララララ、食べてないソーサー。森面何人なんだろう。そう、先発誰だったっけ。センターあれでしょ、リカちゃんでしょ。そう
ぼそっと言うな。こわこわ、アイスアイス。アイスアイス、アイスアイス、アイスが一番好き。こんばんは。ちなみにさ、今イントロドンやったら踊れんの？昔やってたよね。やってたね。私が曲流していきなり踊らせるみたいな。やってたね。できないんじゃない？ AKB とかの曲とかさ。こうなんかそれ配信やっても面白そうじゃない？楽曲申請しなきゃダメだから。え、これ流しちゃいけないの？うん、そうだよ。あっぶねー。流すなよそうなんだ。そうだよ。あ、じゃあカラオケはいいの？そう、このショールームがやってるからいいの。そうなんだ。うん、あ、じゃああれソロ公演みたいなのも、そう、申請したの？そうそうそう。へえ。少しもう踊れないよ。意外と覚えてんじゃん、体は。いやだって私ソーラン節まだソーラン節は誰でも踊れるわソーラン節やったんだよ、小学校の頃やったね。ソーラン節、ただのソーラン節じゃん。ロックンソーラーだから、ロックだから。え、そうだったっけ？え、そうそう、本当にそう。ロックン、ロックンソーラー。テン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 デレレ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 綱を引いて、ソーランソーラン網を上げるって。これしか分かんない。覚えてない。いやー、終わった。ソーラン、波をイメージしてって言われたじゃん。はいはいって。そう、ソーラン節で盛り上がるって何？ロックンソーランとはだって、そういうやつなんですよ。そうなんだ。え、でもあれはなんか、あれしょなんだっけ、武田なんだっけ、僕は死にませんっていうさ、人武田信玄しか出てない歴史上の人物なんでないなんだっけ、あれ、あれがなんか教師役のなんかドラマでやったでしょ。で、上戸彩とか生徒役で出てたとか。へえ。あ、武田信玄さんだへえ。金八先生、人という字はってやつだよ。あれ違ったっけ？あ、そうかも。そうだよね。うん、支え合って、人と人とが支え合って、3年 B 組金八先生だって。何年前のドラマなんだろうね。知らない。だって今まで見てないじゃん。見てない。だいぶ前だよね、きっとね。あれ3年 A 組ってなかったっけ？もうあるあるある。なんか B だか A だか分かんねえな。3年 A 組もある。3年 C 組もなかったっけ？それあれじゃん、それこそリカちゃんなんじゃん。そう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 。どれがどれだか分かんなくなっちゃったから。なんでみんなその3年生がいいの？ピッチピチの1年のがよくねえかい？だから今、あ、あれも3年か、あの最高の、あ、今日教師、あの芦田愛菜ちゃんが。そう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 、あれ面白いよ。あ、そう、うん、見てる見てる。私あの真夏のシンデレラ見ようと思ってさ、忘れた。真夏のシンデレラって何？え、もう王道ラブストーリーですとかってさ、心に栄養が欲しいってさ。あ、なんかあったね。間宮祥太朗さ、超大好きだからさ、見ようと思ってさ、忘れた。なんか忘れちゃうとね、うん、見る気なくなっちゃうよね。アマプラとかでやってくれないんだけど。そのうちやるでしょ。そのうちはね。
ということで15分経ったし配信終わりにしようかなってことで、私は寝ます。おやすみ。おやすみ。お先に失礼します。おやすみ。おやすみ。金八先生はその時のリアルな社会問題を取り上げたりしてタイムリーだった。そうなんだ。そうなんですね。わあくびも出たし寝るわ。わしもこんばんは。シー君と添いにしてくださいというシー君も熱くてさ、くっついてくれないのよね。えありがとう、みんな気まぐれなのに来てくれて。よし、じゃあ誕生読むね。13位永瀬廉廉さん、13位永瀬廉廉さん、12位マカルートさん、12位マカルートさん、11位カズさん、11位カズさん、10位ラーマさん、10位ラーマさん、9位白玉っちさん、9位白玉っちさん、8位葵さん、8位葵さん、7位グッピーさん、7位グッピーさん、6位菊丸さん、6位菊丸さん、5位ペンギンさん、5位ペンギンさん、4位ユウさん、4位ユウさん、3位タッチンさん、3位タッチンさん、2位かおちゃん、3位かおちゃん、3位山マユさん、1位山マユさん、ありがとうございます。なんかすごいバラが、どうして、ありがとう。タキシード仮面じゃん。ありがとうみんな。明日も気が向いたらやるね。はい、ではでは、ありがとうございました。おやすみ。またね。ありがとう。早く寝るんだよ。バイバーイ。待って、バイバーイ。